静岡空港は去年12月の搭乗者数が12月としては過去最多となりました。県によりますと、去年12月の静岡空港の国内線と国際線を合わせた搭乗者数は5万4430人となり、12月としては過去最多でした。国内線の搭乗者数は3万1430人で、32ヶ月連続で前の年の同じ時期を上回っています。 北海道札幌地区への搭乗者数は5538人で北海道胆振東部地震が起きた。9月以降初めて前の年の同じ時期を上回りました。一方、国際線の搭乗者数は2万3000人となり、ソウル線や台北線では減便による影響で搭乗者数が減りました。 ただ、中国路線は好調で上海線と甲州線は12月としては過去最高の搭乗者数でした。